ラルフ・ラングニック氏がマンチェスター U と暫定監督就任で合意に達したとザ・アスレチックが報じた。現在、コーチから昇格したキャリック暫定監督が数試合の予定で指揮を取っている。23日に行われたチャンピオンズリーグのビジャレアル戦では 2-0 の勝利を飾っていた。クラブのナンバーワンターゲットはパリ・サンジェルマンのマウリシオ・ポチェッティーノ監督と予想される。しかし、同指揮官自身は就任に前向きであるものの、シーズン途中での引き抜きにフランスのクラブからポジティブな回答を得られず、そして代価の正式な招聘を見据え、今シーズン終了までの暫定指揮官の招聘に向けて動いている。急転直下で驚いたけどワクワクが止まらん。暫定監督よりも来季以降コンサルタントとしてチームに関わる方が楽しみ。ラングニックが影響力あるポジションに入るなら、ユナイテッドのフロントは大きく変わるかもしれない。明確なビジョンを示すことができる人だからね。メディアによると、ラングニック氏とマンチェスター U は契約に合意したが、同氏は現在ロシア一部ロコモティフモスクワの強化担当を務めており、両クラブが移籍についての話し合いの最終局面を迎えているという。このまま問題がなければ、一両日中にも正式発表される見通し。なお、契約に関しては今シーズン終了まで暫定監督を務め、以降の2年間に関しては、アドバイザー的なポジションで、補強やアカデミー部門など、スポーツディレクターやフットボールディレクターに近い役割を担うことになる模様。なお、プロフェッサーの愛称で知られるドイツ屈指の戦術家は、ゲーゲンプレッシングの生みの親の一人とも言われ、チェルシーのトーマス・トゥヘル監督や、前述のナーゲルスマン監督、PSV のロジャー・シミット監督らは教え子たちだ。しかしラングニック氏はこれまで、ユナイテッドほどの規模のクラブを指揮したことがない。シュツットガルトや、シャルケ04、1899ホフェンハイムを率いた後、ラングニック氏はここ10年の大半をライプツヒとレッドブルザルツブルクのスポーティングディレクターとして過ごし、両クラブをチャンピオンズリーグの常連チームに成長させた。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。ライクして下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。